台風8号が北東方向に進んでいます。この台風、非常に珍しいのですが、何が珍しいか分かりますか？実は、茨城県、福島県、宮城県に上陸した台風は過去にありません。南東方向から関東に近づく台風というのは極めて珍しい、過去にない事例ということができます。一般的な台風は、太平洋高気圧の縁を、北西に進んだ後、日本付近に達すると、偏西風に乗って東寄りに進んでいきます。ですから、関東地方に接近する台風は、ほとんどが西から東へと、西からやってくるのが一般的です。また、台風は反時計回りの渦巻きです。ですから、進行方向右側では台風そのものの渦と進行方向の風が重なって、より風が強め合います。通称、危険半径なんて言われたりします。一般的なコースを進んでいるときには、危険半径では、南西、西寄りの風が吹きます。しかし、今回、東の方から接近してくる場合には、進行方向右側、危険半径は、東から南東の風エリアになります。関東地方には、湿った南東の風が勢いよく入り込むことになり、一体どんなことが起こるのか、非常に恐怖をそそります。過去に事例がないだけに、恐怖です。上空の天気図を見ますと、上空約1500メートル付近には非常に湿った暖かな空気が、北東方向からくさび状に入ってきています。一方で上空5500メートル付近には寒気が入っています。これらがぶつかっても大気の状態が不安定になるので雨雲の発達が心配されます。一体どんな天気になるのか非常に不安な夜ですね。どうか皆さんお気をつけてください。